はい。ニーニーがハンバーガーを食べようというところですね。まずその前にコーヒーを飲みました。ちょっと心を落ち着かせてガブッといきましょうね。ハンバーガーは美味しいですからね。大きなハンバーガーを持ちましたよ。あ、もうお腹ついてきましたね。はい。何するか。圧縮してますよ。はい。もしかしてよ。これがあの有名なハンバーガー圧縮作法というものですかね。両方の手でギュッと圧縮しましたよ。 まずこぼれたところを拭いてからによ圧縮するということは味も圧縮されたかもしれませんね。ガブッといきましたね。どんなね美味しいでしょう。あんだけ圧縮したらよ。味も10倍、20倍となってるかもしれませんよ。圧縮した分だけ美味しいと感じるはずよ。え素晴らしいね。圧縮法。久しぶりに見ました。これは古式ゆかしい食べ方かもしれませんけど、ガブッといったね。あい、うまそう。